思うっす。アムズイ始まりました、教えて S&Z 第2回。とりあえず自己紹介します。はい、三軒茶屋のクソメガネごとスキシャです。ラッパートラックメーカーの ZETTS、 その後にキャイアンつけたらば Z くんです。よろしくお願いします。はい、教えて S&Z とはスキシャと Z くんとゲストが皆さんから寄せられる質問やお悩みに時に真剣に時にふざけながらお答えする、新感覚どころかどこにでもあるすごく普通の YouTube 番組です。はい、初回4回はゲストなしでやらせていただきます。はい、前例を作るためです。教えて、本編始まる前にお知らせ告知がございます。はい、私物販を販売しております。いやおめでたい、まず発売おめでとうございます。いろんな人間に助けていただいて、うん、まあ、どんな物販かって話なんですけど、立て、うん、後ろ向け、あれどっかで見たことあるぞこのグラフィック、これ裏返っとるよ、これですね。私のシングル曲チェリーという曲のですね、ジャケットが、背中にプリントされたロンティーを、販売しております。この他にもいろいろパーカーなど、売っておりますので、よろしければ皆さん概要欄のリンクのあたりにですね、通販サイトなども貼っておきますので、あと結構残りが少なくなってきてますので、このゴールデンウィークが始まる前ぐらいまでに着れると思うんでね、ぜひご購入ください。ちなみにチェリーって書いてありますね。はい、そこにもチェリーって書いてあります。いいです、はい、欲しい、はい、くれないからやるよ、しょうがないわ教えて、はい、そして、私ですね、はい、慢性鼻炎という曲を4月9日に配信リリースいたしました。えいよいや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 えいよ慢性鼻炎だろうってことで MV もね、慢性鼻炎何回やろうとするっすよ、毎回何かは権利関係があるんでここに動画とか載せられないと思うんで、はい、僕がやらせていただきます。うん、ズッピンズッピズッピズッピン、噛めばいいってもんじゃないの、ないのズッピンズッピズッピズッピン、わかりたいけど怖いのズッピン。あざす、あざすなのか今の。鼻炎ダンスっていうものがあるらしいんですけど。そうなのよ、はい、うん、僕もあの鼻炎ダンスしたいなと思って鼻炎ダンス教えてって言ったんですけど、はい、なんか教えてくれなかったんですよね。いや、あの、うん、動画がありますので、ぜひ皆さんそちらご覧ください。はい、あの、時千晃さんのまた奇才ぶりを発揮されている MV の中で出てきます、鼻炎ダンスっていうのが。はい、なんで MV もチェックよろしくお願いします。これ撮ってるのが4月1日なんで、はい、いち早く私もあの音源聞かせていただいたんですけど、はい、かなりあの出来がよろしいと。いや、ありがとうございます、本当に、はい、師匠のおかげです。ええ、うん、なんかあのね、そのマンスリースキッシャーの時代からね、ご覧いただいている方は皆さんね、うん、知ってると思いますけど、はい、あの一番最後の最終回でね、うん、あの来年は自分一人完結で、いい曲作りたいと思ってますとか言ってたわけですよめっちゃ抽象的なこと言ってたちゃんと食らわせに行きたいっすみたいなこと言ってたわけです。来年の目標は、うん、自分完結で納得できるもの一発お見舞いします言ってました、はい、うん、で今回の曲はほぼ一人でね、はい、あのガットギターの部分は井出上誠さんって方にちょっと弾いてもらったんですけど、はいはいはい、それ以外は自分で全てやりました、うんうん、まあ、全てね一人でやるっていうのは本当に立派です。ミックスマスタリングは案外中です、はい、いや質問するね、それは良くないだろ質問する大体そうだろ、どこまでやってるやつさすがにそんなにいないない、本当に質問にもいろいろありましたけど S 君ぐらいですよ、本当にミックスマスターまでやってるのっていうのは、うん、まあ、大体僕は一人でやってますけども、うんうんうん、まあまあでもね、それもゆくゆくはって話ですから、はい、はい、うん、ということで、はい、よろしくお願いしますと。非常にいい曲なので、はい、ぜひ聴いていただければなと思います。ありがとうございます。教えてということで本編に行きたいと思うんですけれども、はい、Z 君が質問を読み上げてくれるそうです。はい、今年で20歳になる福岡の大学生かっこ男です。僕は5年後10年後の将来の自分が、心配でたまらない。生まれも育ちも福岡、高校を出て大学へ進学、就職活動予定です。うん、実家から福岡大学まで排ガスで伸びた鼻毛をなびかせ現茶で通うつもりだったが、去年学校に通えたことは一度もなかった、かっこバイコロナ。大学生であるが一度も学校行ったことなく、友達ゼロに、たまにバイトで外出する程度、マジでローディングで進まない毎日。去年の自分の成長は車の免許を取ったことぐらいだった。あとは誰とも話さんのもたまには結構悪くない、ヒゲも剃らんでいいし、まるで一国一城の主だなどと言いながら全裸で踊り、心の解放もしてみた。
敵はいつも鏡に映る自分だけで、それ以外は贅沢な経験値だと分かっていたが、この1年ばかりは正直辛かった。サンプリングの応酬ですけど今ね。去年夏頃、スキ社さんに語学留学のアドバイスをもらったが、結局アクションを起こせず、何もできなかったという反省。大学生活4年のうち、もう1年過ぎ、残り3年、いやまだ3年間ある。自分はこれからの3年で将来の自分を捕まえて、いっそ捕まえてキャッチにしたい。まとめると、今の自分は自分の立ち位置や、今いるべきことがやるべきことが分からず、先導の心配すらもなく、お先真っ暗状態です。学校もなく人脈もクソもないので、いっそのこと立ち止まって、今から2年の間に、なぜ2年かというと、大学4年生は就職活動が本格的に始まるからですと、うん、2年の間に、資格や知識教養をつけ、つけまくりたいと思ってるのですが、資格は TOEIC を取り、知識教養は本を読んで勝負しようと思ってます。めっちゃ長いですね。ありがたいです。他にも取るとグッドな資格や S&Z のおすすめする本があれば紹介してほしいです。かっこ視聴者の方々にもおすすめの書物や資格を聞いてほしいです、うん、今はまだ19歳、先は順調、もっと brighter にと思い、ポジションに考えを持つようにしたいと思います。また最後になりましたが、スキ社さんの生み出す曲やビートは僕にとってかなりのマジックスペルなので応援してます。あと自分の誕生日は4月11日です。祝ってとかそんな厚かましいことは言ってませんが、僕の誕生日は4月11日です。以上です。相談や感想を聞いてくださりありがとうございました。教えて。はい、それに対してまず私の返答を読み上げます。どうぞ。資格については正直取ったことがないので分かりません、はい、ただ取ろうという姿勢については非常にいいと思います、なぜなら就職活動の時、学生時代に頑張ったことは何ですか、と必ず聞かれますが、その時勉強と答えるのが一番分かりやすく説得力があるからです。はい、本は岩田聡はこんなことを話していた、をおすすめします。個人ですが、任天堂の社長をされていた岩田さんが生前どんなことを考えていたかをまとめた本です。将来が不安なのは仕事をしたことがないからなので、実際にしてみるか、したことがある人の感想や考え方を学ぶのがいいと思います。教えて。ということで、この動画は多分4月11日に出るんですよ。はい、なぜかというと、彼が4月11日を強調してきたので、我々基本的に一生、ヘラヘラして生きていこうって言ってるじゃないですか。世の中が殺伐としすぎているから、俺たちはヘラヘラしていいよみたいな。そうそうそう、それはもう本当決めてる、心に決めてることなんで、で、幸せな人間を一人でも増やしていきたいんですよ、最大多数の最大幸福を目指す功利主義者なので、はい、多分、あんまり詳しく知らないけど、でもまあ増えてますよ、はい、なんでなんかこんな俺らがさ、この弱小のさ、YouTube もなんか大して誰も見てねえようなさ、奴らのさものをさ見てたりとかさ、してくれてるやつにさ、この画面越しで誕生日おめでとうっていうぐらいの手間を惜しまないのよ。惜しみたくないっす、それぐらい。惜しまないわけ。惜しまないよ。はい。まあだからといってみんながみんな質問のところに誕生日なんですとかって言い始めるとちょっとめんどくさいけど、そうなっちゃったらちょっとスルーせざるを得ないけど、一番最初に質問をくれて誕生日なんですって言ってる人間のことは、それはお祝いしますよ。だからこれを多分きっと誕生日に見てくれている、俺の記憶によると多分インスタのアイコンがボーイインラブの男の子なんだけど、なんか留学したいと思ってるんですけどみたいな DM をもらったことがあって、その彼だと思います。はい、はい、おめでとう。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。いや、生まれた日っていうのはめでたいですからね。まあそうだね、本当に1年に1回のことなんで、そう、はい、めでたいです。教えて。で、まあ話は戻るわけなんだけど、やっぱり今コロナでさ、多分結構一番の痛手を食らってるのって、まあいろんな仕事してる人もそうなんだけど、学生が結構みんなしんどいって言ってるの。そうね、初めて入った学校で1年間コロナだった人が一番きついっぽいですね。大学1年から2年にちょうどなったぐらいの人たちが一番しんどいって話を聞いてて、だ友達が全然できない。で、まさにそのパターンのことです。本当にマジでローディングです、毎日って言ってました。サンプリングがね、まあしてくれて、それこそ KKK のマイクリレーの、まさかの Z 君バリの、はい、しかも結構ちゃんとした分かりにくいやつもやってましたよ。俺の曲のサンプリングも結構入ってたね。入ってましたね、っていうでは、まあ、ありがたい話ですわ、要するに、まあ、資格の話は俺には分からんと。ちなみに私も
全く持ってないですね、うん、普通運転免許証のみっていう。俺もそうだ。私たちの免許証だいぶやばいっていうので結構有名なんですけど、まあ、あまりにやばすぎて見せれもしないです。まあどこかで見せるタイミングがあったら、はい、あの、この企画でね、はい、やれたらと思いますけど、うん、私トイック取ろうとしてるっていう。すごいよね。もう本当でもあった方がいいから、うん、てかあるとなんかちゃんと頑張ったって証になるからね。うん、そう。教えて、ね、何に頑張っていいか分かんないって時期はありました。本当に俺もあった、うん、頑張りたいんだけど頑張る方向が全く見つかんないみたいな。 あるよね。だから何かやりたいんだけど、うん、何から始めていいか分かんない。そうそれはあると思うわ。何もしないで夕方みたいな、ーすげえ辛い日々する誰しもあんのよ。誰もがやっぱり一回は経験してると思うわ、うん、本当ゲームだけで終わらせた夏休みとか絶望したもんね。絶望する。まあ誰しもありますよ、うんうん、けどねやっぱ俺思うに働いた方がいいと思う、うん、なんかそれこそ資格取るのもいいと思うんだけど、うん、インターンとかがあったら積極的に参加した方がいい。これは本当になんか就活とかの前の学生とかにみんなに言うんだけど、うん、そもそも将来がなぜ不安かっていうと、あの社会人になる学生っていう大きなその境目をさ、うん、今の世の中っていうのは作ってんだけど、はい、ない方がいいんだよ。そんなのなんかその就職活動でさ、うちの会社に何ができるのとか言うじゃん、うんうん、やったことないから何ができるのって分かるわけないのよあの就活でシステム相当良くないと思ってる。良くない。面接もなんかあの質問意味わかんないですね、うん、うちの会社で君を採用するメリットはみたいな。そう知らんけどみたいな。そう、なんかその志望動機って言ったら一回働いてみるのが一番いいと思ってて、例えばさ、うん、弊社をその希望する志望動機を教えてくださいって言った時に、うん、他の会社のインターンに行ったんですけど、うん、こういう仕事をしてみて自分にはこういうものが向いてると思うんです、うん、で それができるのはこの会社だと思いました。なぜなら調べてみたらあの会社とこの会社だとこういう差があったからです、うんうん、ってなるめちゃめちゃまともにちゃんと説明できるわけ。そうですね、うん、で学生時代頑張ったことを教えてください、うん、勉強です、うん、もう完璧よ。完璧な人間が取らない理由がない。人間として完璧なのが来たってなる。そうみたいな感じでうまくあのなんていうのかな、乗せられんのよ。なんかね、まあそれインターンはかなりいい手だと思いますね、うん、なんかなんだかんだ生きてるとその縁ってあるじゃないですか、うん、ね、まあ、こうして S 君とつながったみたいな縁もそうだけど、なんかたまたまの縁が一生ものになること結構あるじゃないですか。あ、結構あるあるある。そう、うん、まあ、そういうこと結構起きますから、うん、多分、まあ、悩んでても普通に生活してれば何かの縁が出てくることでしょうっていうのが確実に言えることですね。これは教えて、まあ、やっぱ大事なのは自分が面白い人間であることだね。というと俺結構変じゃん、うん、本当なんかいろんな人に偏屈とか言われてさ、偏屈がよく似合う偏屈だしさ、結構インパクト残りやすいのよ、うん、でだからいろんなところになんかめっちゃ金がないこととかも、うん、自分のこと呼んでくれる飲み会とかがあったりとかしたら、うん、まあ、ペイクと喋るわけじゃんか、うん、で印象に残るわけよ、うん、でこう例えば音楽作る人が必要だなってなった時に、その時にまさに思い浮かぶ人間になってたらそれは俺の勝ちじゃん、はい、みたいな。だからその自分が面白い人間であり続けるってすごい大事だと思ってて、興味があることとか、 なんか好きなこととかをなんか伸ばしていくっていう、はいはいはい、でそれに関して自分なりの考察を持ってたりとか、うん、なんか変なことを言えるとかさ、なんか結構自己分析しっかりしてるってことですよね。あ、まあ、要はそうだね、うん、自分なりのなんか意見とかをちゃんと持ててみたいなのが結構大事かなと。それが分かんないっていうの結構その気持ち分かるんですよ。あ、どうやって自己分析みたいな、自分なんもないなって思ったりすることあるじゃないですか。まあないね、うんうん、それがない。いや、なんもないけど、まあ、それこそだからさ、うん、やっぱ本を読むとか漫画読む、動画見るとか、うん、みんなが同じことやってるじゃん、うん、でそれも別になんつうか観察が磨くとかって話なのかな、うん、だからよく人間のこととか物事のこととか観察するってのがすげえ大事だと思ってて、うん、俺超いろんなこと観察してるからね、うん、でその観察眼のなんか鋭さであったりとか、うん、その観点とかする、うん、そういうものがなんかその人独自のものになっていけばなっていくだけ、うん、多分面白い人間になれるかなと思うけど。なるほど。なるほどね。いや、自分も学ぶべきことが今ありました。参考になりましたでしょうか。はい、ありがとうございました。日本教えて。ということで、教えて A3 の Z 略して OSG では、はい、皆さんからのお悩みや質問を募集しています。はい、概要欄のリンクから応募できるので、どしどし応募してね。よろしくお願いします。スワムや冷やかしはやめてね。うん、本当にやめてください。はい、ということで、はい、今回もね、中身の濃い質問がやってまいりました。
いやー、ちょっと熱くなっちゃいました、はい、最後のコントが。そうですね、うん、次は一体どんな質問がやってくるのか、はい、そしてゲストは誰なのかまだいませんけども、うん、いないんですけどもね、あと2回ぐらいいないんですけど、はい、はい、なので、また来週、いつだか分かんないですけど公開されると思いますんで、はい、マニアの皆さんは楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、それではまたね。